こんばんは、わしみです。今日は肩が凝る仕組みについてお話しさせていただきます。一般的に肩が凝るとは、肩から背中を覆う三角形の筋肉、僧帽筋が凝っている状態のことです。それではなぜ肩が凝るのかを説明しましょう。首の骨は体の後方よりについているので、首の骨だけで重い頭を支えることはできません。 本来頭を支えているのは主に首の前面にある頚骨筋です。頚骨筋は首の中に筒を作って前面と側面の肉と骨とで重い頭を支えています。しかし、その先ほどのこの頚骨筋が緊張などで縮んでしまい、首の筒が潰れてしまうと首が前方に倒れてしまいます。 前方に支えてしまうと姿勢が悪くなり、いわゆる肩と背中が内側に丸まった猫背になってしまいます。猫背になると胸隔が潰れ、大胸筋が収縮してしまいます。大胸筋が収縮すると体の反対側にある僧帽筋が引っ張られます。 で僧帽筋が引っ張られると硬くなり体液が動かなくなることで肩が凝るという状態になってしまいます舌、えー、骨筋を緩め首が前に倒れ傾かないようにし大胸筋を緩め胸郭が潰れないようにすることで肩の凝らない姿勢になることで肩こりは解消できます以上ですありがとうございました